こんにちは。今札幌の楽屋にいます。はい、今日はドリームキャラバンコンサートフルオーケストラです。はい、札幌はなんと2年ぶり歌うのも楽しみだし、その後のお寿司も楽しみです。札幌の旅スタートです。本番10分前なんですけど、お寿司の話してます。すげえ、それ1巻目は何だって話してます。多分中トロ、いきなり中トロみたいな。今日は、ね、中トロを思いながら歌ってって言われたんだけど、ちょっと悩んでます。こんな食べ物の話ばっかりしてないよ。お前がしてんじゃねえか。ただ今6時35分3時間後です。2時間半後寿司の話じゃん。今日の髪型こんな感じ。かわいいでしょ。かわいいでしょ。かわいいでしょ。ジョッタンだよ。今日はジョージです。ジョージ先生。はい、ジョージです。はい。オレンジ髪です。今日は空港でね、すぐに見つけた。マジやばい。遠くから見つけた。本当に。はい、行ってきます。はい。さあ、前半終わりました。髪型変えてます。衣装も着替えたよ。ディン。これは今回のこのオーケストラのライブのために新しく作った衣装です。これはですね、私がデッサンをしました。見せるんだ。これです。マジウケる。やばいでしょ。やばいよ。分かればいいんだよ。分かる。そうそうそう。でもね、なぜか分かるんだよ。分かってくれるの、うん、そうなんだ。分かるなっていうのがわかんだよね。橋本ちゃん天才だわ。橋本ちゃんが天才なの？それともそれを読み解く人が天才なの？どっちなの？確実に後者です。もっちよ。髪型は毎回ね、変えてるんだよ。あきちゃんから。そう、なんて言っても6回もあるからね。6回。この髪飾りお気に入りなの。バックカチューシャ。濃いでしょ。いい感じ。いい感じ。いいんじゃない。さあ、身分の手繰り返せよ。お寿司までのカウントダウン。じゃあ頑張ってくるよ。バイバイ。木くずしやってきました。僕の定位置です。ここです。めっちゃ嬉しそう。嬉しい。大将カズさんのブラザー大将。ありがとうございます。させん。いただきます。いただきます。食レポして。カツオ。マグロを中押しの部分を煮こごりにしたんで、ヒントそれも結構カツオと。マグロでした。
旬のイクラです。宝石みたいだよ。今一番旬なんだって。一番美味しいんだって。うん、予想、予定通りの、予定通り、予定通りの。これ何ですか？セトロの部分。マグロの背の部分。まずは刺身でいただきます。うん、トロトロ。ナンバー6。いただきます。おいしい。プロテイン。そうやか。明日歌わないから。飲みます、ちょっとだけ。家でも全然飲まない。いつぶり？覚えてない。松茸の土瓶蒸しがやってきました。見える？こちらです。あー、もったいない。どうした？ほんとに大丈夫。松茸の土瓶蒸し、ほら、うまいな、うまいな。日本酒の倍ぐらい減る。お刺身が美味しいっすね。それあれ、あれよ、もうショットよ。確かに。持ち帰り希望のだね、これ。希望の。水筒に入れたい。水筒。真っ先に。おじかしまで来ましたけどね。刺身から寿司になりました。コンプコンプ主期出た。主期出た。無理なんすか。箱も全然食べれないやつ。美味しい。美味しゅうございます。めちゃくちゃ美味しい。おじさんも飲んでます。おじさんたち、おじさんたちも盛り上がってるから。海、海か。じゃあ釣るよ。連チャンでここのウニを食べたら本当にウニ嫌いの方は、うん、絶対に好きになる。好きになったから。私も好きになったもん。2人とも嫌いだった。食べれなかったから。あ、見て、あ、見た、わー、いただきます。この落差がかなり、はい、お酒、ウニ、全然ないよな。全然おいしい。そし、非常に食べる。うん、ちょっと挟んでもう一回行こうかな。はい、ね、エビさんです。いい酒酔わない、日本酒を、だからね、いろんな伝説がある、ね、そうですね。磯島2杯目、いろんな酒の伝説がある。ちょっとトロッとしてきたわ。トロッとしてきたわ。これ何、何エビですか？ボタンエビ。はい、知ってました。大将。大将ピースして。ピース。いやいやいや、あ、カズさん似てる。もうみんなからね、酔っ払い、酔っ払い、ピロピロ、やばいね、ピロピロ出ちゃったもんね。はい、ウイスキーがお好きでしょう。はい、おは
はようございます。今日は、オフです。今日はもう帰るだけなので、ちょっと、今ねオータムフェスをやっていて、札幌でそこに向かって行きたいなと思います。さあ会場が近づいてきました。このね道路の本当真ん中のところにこうやっていろんなお店が出てます。肉コーナー、こんな感じ。肉から行く。うふう。ローストビーフ丼とかあるよ。ね。ここで気になるのはウニ炊き込みご飯、ビエ牛ロース肉。はい。じゃあ。はいね。気になったの行ってみます。うわ。すごい。来た。ちょっと見てよ。美味しそう。すごい美味しそうじゃないこのお肉。ウニの炊き込みご飯で握った牛です。うわすごい、見てこの焼き加減、ほとんど生じゃん、ね、いただきます。うわうまい、うまい、うまっ。うん、でかい。次に参る。ここ肉他にもあるみたいなので、あれさ、ザンギってなんか何に謝ってるの？ザンギハッピーザンギ、ハッピーザンギみたい。すいません、ラムチョップがあるんだって。北海道らしいわ。どうぞ。いただきます。うわ、うん、めっちゃ美味しい。食べていい？うん、びっくりするぐらい柔らかい、ぐじゅって感じ。あんまり表面どうかな。ちょっとね1000円で高いなと思ったけど全然満足した。登るか。オープンパス。気をつけろよ。結構急だよ。結構急だぜ。あ、こうなってんだ。頂点。あ、時計台見えた。テレビ塔。あ、テレビ塔。あれ時計台あれじゃないか。時計台あれじゃない。違うやつだった。あ、ファンに。これいいね。え、すごい。やばい。やばい。値段ばっかり。主婦みたい。うわ。やばい。カニだらけ。花ごと焼いてる。すごい。焼きな、焼きだ。うん。どうもかっこいい。何もかっこいい。すごく高いので、ね、あの人気ナンバーワン美味しそうね。プレミアム紫ウニ飯。イカメンチ、イカメンチ。函館イカメンチ。あ、でもさ、350円。どれどれ。あ、あれ。すいません。イカメンチ一つ。はい、350円。これ。あとは一
つください。2つ、はい、1200円です。いやー、おいしそう。野呂さんまだ並んでます。ウニが人気、ウニご飯来たよ。ウニご飯とウニ焼き、ウニご飯じゃあ、あっち行こうぜ。あ、やべえ、トウキビ。トウモロコシのアイスクリームが食べたい。しかも、コンビニのやつ。最後にコンビニ。最後、コンビニ行かなきゃ。ボディガード。なんか、美味しそう。札幌締めパフェ。いちごも美味しそう。二色ぶどうとショコラか。いや、塩キャラメルとピスタチオ美味しそうなんだよな。それにしよう、はい、塩キャラメルピスタチオパフェ、締めです。これで締めて、うん、美味しい。当たり、よかった、うん、ピスタチオソース、うん、美味しい。甘みと塩味のマリアージュです。さあ、屋台もたくさん堪能させていただきました。約2年ぶりの札幌、楽しかったです。ということで、ライブもね、うまくいったし、美味しいのもいっぱい食べたし、木崩しもいったし、はぁ、いい旅でした。ということで、これから空港に向かって帰りたいなと思います。Vlog 見てくれてありがとう。チャンネル登録、そしてグッドボタン押すの忘れずに。メイジェでした。バイバイ。コンビニ寄らなくていい。あ、ちょっと、あ、トウモロコシアイスが気になった。トウキビアイス、どんなものかあるかな。さあさあ、ないかな。ある、あるかな。見た感じないな。どこで買うんだろう。それ何、誰かのあれ、あのディカペラのね。ああ、ディカペラ、ディカペラね。ディカペラの人がね、食べてた。あ、ないね。さあどうだ。私の予想は、コーンスープを
アイスにした感じどうでしょうか。やばい、コーンスープだ。おいしい。甘じょっぱいの。甘じょっぱい。甘じょっぱい、うん、これヒットだ。やばい、これおすすめ。目的のやつじゃなかったけど、こっちの方が美味しいかもしれない。めでたし、めでたし。